はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、誰でもわかるグロックのメカニズムということで、このグロック、本当にね、世界中で使われている銃ですが、こいつの中身どんな風になってるか見ていきたいと思います。で、もうすでにね、お気づきの方も多いと思うんですが、中の人 A は相変わらずね、こう声をやっていまして、すごい低い声しか出ないというね、顔に合うっていうんですかね、これある意味ね、なんとも言えないですけどね。ちょっとどうにもできないですね。高音がね、本当はめっちゃこういう感じで多分出るはずなんだけど、まあなかなかね、なんか今はね、ちょっとおかしい感じになってるっていう、そういう現状ですね。で、それはさておき、こんな感じで動いていきます。グロックくんね。トリガーを引くと、ここのね、激発メカ、ガチャガチャですね。ガチャガチャ、ちゃんと中身説明するんですが、ガチャガチャが動いて、よいしょ、ガチャガチャ動いて、ファイリングピン、激震ですね。激震が激発して、激発したら、ドーン、激発したら、このバレルですね、バレルの基部が下がって、ロックがどんどん取れていって、スライドが下がっていくと。スライドが下がりながら、リコイルスプリングは圧縮され、廃墟とかが済んだら、廃墟とかっていうか、廃墟以外何が済むのかって言われると何とも言えないですけど、またこう閉鎖して新しい弾を入れるというですね、なんか自分で話しててもすげえ声が変なのがよくわかるんだよね。でもちょっとしょうがないんで、どうにもできない、本当にこればっかりは。で、それはさておき、グロックのメカニズムですね。グロックね、面白いところで言うと、こう、安全装置がね、3つあるっていうね。1個もないっちゃ1個もないし、3つあるっちゃ3つある、そんな不思議な銃で、マニュアルセーフティー、こういう場所になんかカチカチ切り替えるようなね、セーフティーはないです。で、なんだろうな、マニュアルセーフティーがある銃だと有名なのはね、ベレッタの Q2FS とか、あとね、なんだろうな、FN の57とか、意外とマイナーなの来たな、みたいなね。ああいう字はついてますが、P226 とかね、ああいうのはないですよね、マニュアルセーフティ。で、ほとんどのアサルトライフルとかには逆にね、M16 も AK もね、マニュアルセーフティついてるっていう感じですよね。で、この銃の場合、マニュアルセーフティはないんだけど、一応まずね、ついてるセーフティは、トリガーセーフティですね。このトリガーセーフティ、これね、トリガーだけ引いても、トリガーセーフティがここで干渉して、トリガーだけ引くことはできないっていうね、トリガーセーフティも一緒に引いてくださいっていう、そういうことですね。だからアニメーションもこういう風になります。トリガーだけね、カチカチ引くことはできるんですが、これがね、干渉して、それ以上引くことはできないから、安全装置として働くということですね。で、ちなみになんですけど、エアガンの場合、自主規制で、安全装置必ずついてます。マニュアルセーフティがついてます。スライドロックとかを多分下げると安全装置がかかるみたいなメカになってるはずですね、ほとんどのエアガンの場合ね。それは自主規制ってやつですね。っていうね。それは必要だよね、ある程度みたいな。で、このトリガーセーフティはすごくわかりやすいんですが、で、ファイアリングピンですね。なんか自分の声がね、高くなったり低くなったりするのが違和感マックスなんだよね、これ。いいや。それしょうがない。ちょっとこれ意図的に操作できる部分じゃないんで、あんまり俺の。で、それはさておき、ファイリングピンセーフティーですね。ファイリングピンセーフティーは、これね、勝手にこう、なんだろう、こっちのメカでね、ファイリングピンがリリースされてしまっても、前の部分でね、干渉して押さえてるから、勝手に前進することはないっていうメカですね。こういう装置、ファイリングピンセーフティーはね、いろんな銃についてます。FN の57とかにもついてますし、最近のリボルバーとかにもね、似たようなパーツとかね、似たようなメカニズムが組み込まれていることは多いですね。昔の銃はこういうのなかったんですが、最近の銃だとね、こういうのついていることが多いという感じです。これがね、第2のセーフティという感じです。で、第3のセーフティ、ドロップセーフティというふうに言うんですが、あんまりね、何が安全なのかよくわからないね、そんなメカで。ドロップセーフティはね、トリガーを引かない限り、ファイリングピンが前に出ないっていうね、ここで引っかかっていて、トリガーバーが落ちない限り、こうやって落ちない限り、ファイリングピンがね、リリースされることはないよという、そういうことをね、一応ドロップセーフティというふうに言っているんですが、それ激発メカの一部じゃない？みたいなね。普通のなんか、ほとんどの銃についてるようなもんだよね、それ要するに、みたいなさ、そういう感じにね、なんか、いろいろなんか何とも言えない気分にね、なりますけどね。一応こういうがね、ドロップセーフティと呼ばれていて、第3のセーフティというふうに呼ばれているということですね。っていうね、何とも言えないぜ、みたいなね。ファイリングピンセーフティはよくわかるけど、これってさ、セーフティっていうこれみたいな。これ引いたら落ちる。ただそれだけやんけっていうね。そんな感じがしますけど。一応ね、マニュアルセーフティがない代わりに、3つの安全装置を設けて、このグロックっていう銃は安全ですよっていうことになってるということですね。もうトリガーセーフティとかね、
まあ、ほとんどね、なんか、こう、暴発した時に、ね、訴訟になるからだと思うけどね、もうぶっちゃけね。うん、アメリカの、アメリカっていうか、まあ、まあ、アメリカだよね。暴発するとさ、こう、メーカーが訴えられたりとかするじゃん。そういう時にさ、安全装置全くない銃だとさ、メーカーが悪いことになるので、まあ、内部安全装置だけじゃなくて、こういう装置もつけとけみたいな話になってくるので、まあ、一応、ついてるっちゃついてるよ、みたいな、そういうことですね。うん。で、まあ、メカね、ファイリングピンね、まあ、さっき説明した部分なんですけど、ファイリングピンセーフティ。これね、まあ、トリガーバーとすごく密接な関わりがあって、メカで言うと、激発メカですね。まずね、トリガーがあって、トリガーはトリガーバーとね、直接的につながってます。ここですね、これ。トリガーを引くと、トリガーバーが動きます。トリガーバーが動かす場所は2つあります。トリガーバーがここからね、こういう風になんか出てるパーツなんですけど、トリガーバーがまず、このファイリングピンセーフティをね、上げます。これね、この部分ね、落ちてね、この、なんだろう、ドラムっていうか、円柱状のパーツがね、ファイリングピンセーフティの右側に引っかかってるわけですが、これがね、上に上がります。こうやって、トリガーを引くとね。なんで上に上がるかっていうと、トリガーバーがこういう風にね、なんか、こう、傾斜がついてるからですね。傾斜がついてて、こういう風に上がるから、まあ、ファイリングピンセーフティは、まあ、ロックが外れて干渉しなくなるということですね。で、ここの部分はすぐわかるんですが、ちょっとね、ここの部分、こっち側遠くなってきてね、ちょっと微妙に噛み方が独特なので、わかりにくいんですが、あと照明の関係で若干わかりにくいんだけど、ここですね。ファイリングピンの一部がもうここに直接引っかかってます、トリガーバー。トリガーバーを引くと、トリガーと繋がってるから、後ろに来ます。ぐい。後ろに来るんだけど、ある程度行くと下に落ちます。ポーンって。もうこの状態でリリースされてるので、ファイリングピンスプリングのバネの力で勝手に前に出てきます。ドーン。で、もちろんスライドは下がっていくので、また、こいつが回収されるということですね。これ回収されなかったらね、フロートになっちゃうっていうね。ここでまた引っかかるから回収できるよっていう、そういうことですね。回収っていうか、またちゃんとこう、まあ、また撃てるようになる。セミオートで普通に撃てるようになるよっていう、そういうことですね。これが激発メカのざっくりした説明というふうになります。激発メカね、もうちょっと面白い部分で言うと、まあ、グロックのセーフアクションと呼ばれる部分ですね。セーフアクションと呼ばれる部分の一部分を簡単に説明すると、トリガーを引くとね、これ大体の銃の場合、ファイリングピンをコッキングしてあって、いきなりリリースして、ファイリングピンがいきなり前に出るっていうメカが多いと思うんですが、まあ、要するになんだろう、ボルトアクションとかもそうだけど、もうファイリングピンのスプリングとかもうコッキングされきってて、なんかもうここら辺で干渉しているシアとかのパーツがあって、それを落としてリリースしてポンって前に出るみたいなメカが多いと思うんですが、こいつの場合違くて、よく見ると、スプリングが縮んでいくんですね、これ。こうやって縮んでいって最後のこうコッキングみたいなのを済ませるという。で、そして最後リリースして飛ばすっていう。要するにトリガーで若干コッキングしてるっちゃしてるみたいな。まあそういうことなんですね。実はこのね、セーフティによってね、ファイリングピンセーフティによって若干コッキングされてるんですが、まあそれによってトリガープルっていうのはある程度軽くすることができるっていう、そういうことですね。で、まあこれが激発メカの、まあざっくりした説明で、これね、まあなんだろうな、エキストラクターとね、このエジェクターが本当はあるはずなんですが、エジェクターはね、実は AK と一緒で、目立った部分にはないです。トーンって、これ吹っ飛んでいくわけですけど、これがね、薬莢が吹っ飛んでいくんですが、大体どんな銃にもぶっちゃけね、エジェクターとかあるんですけど、この銃にもね、エジェクターらしきパーツはね、ないじゃなくて、あるっちゃあるんですね。これですね。トリガーのね、メカニズムハウジングって書いてありますが、メカニズムハウジングの一部分についてます。これね、エジェクターの部分。まあなんか AK チックな感じですよね。まあある意味レシーバーっていうか、こういう本体の部分の一部分に、こうやってエジェクターをつけているという。まあそういうタイプで、よいしょ、こっち側から見るとよくわかるんですが、エキストラクターで引っ掛けていて遊びを作って、エジェクターで弾き飛ばす。ポーンって。この瞬間ですね。この瞬間弾き飛ばされる。という風になっています。ということですね。うん。で、まあ、あとは、まあ、重心は一部若干下がって、こうやって、まあ、ある程度こう、なんていうかな、反動を、まあ、ある程度解消するっていうか、まあ、閉鎖っていうか、解放を一時的に遅らせるっていう、そういうメカですね。んで、まあ、あと面白い部分で言うと、なんだろうな。まあ、ここのコネクターとかはね、まあ、これね、下から見ないとよくわかんないんですけど、このコネクターはね、まあ、要するにあれですよね。このコネクターは、おそらくスライドが下がるスピードを調整してるっていうね。コネクターはこのパーツなんですけど、コネクターさっきね、説明するときに全く使わずに済むんですけど、これコネクターはね、打つと、打ってドーンってなって、スライドが下がるときにこう縮みます。板バネみたいになってるんですね。ドーンってなって、また戻るっていう。
まあ、要するになんだろう、スライドが下がるスピードをある程度調整してるっていうのがコネクタという感じですね。ほんで、まあ、グロック、そうだそうだ。こうやってね、一応ね、何発入ってるか後ろから見るだけでマガジンはわかるという、そんなメカもあったりとか、メカっていうか、メカっていうほどのものでもないけどね、みたいな、そういう感じですね。で、まあ、こんなもんがあったりとか、まあ、ちなみになんですけど、なんでこれスライドストップがかかるか、これちょっとね、打ち切らないとね、グロックの面白い部分が出てこないんですけど、打ち切るのはちょっと大変なので、弾をガチャガチャ抜いて、カチャンカチャン、カチャンカチャン抜いて、よいしょ、最後の一発。最後の一発の時にスロー。で、そして最後の一発の時に分かることがあるんですが、これね、なんでね、スライドストップがちゃんとかかるかっていうことなんですけど、打つと、もう弾がないので、これが上がります。上がりきっちゃうんですね、あのマガジンのね、フィードの部分が、このフォロワーっていう。これをね、入れる部分が上がりきって、これがね、この上がりきる力によってスライドストップがかかります。要するにマガジンを使わないで打った場合、まあ理論上はね、スライドストップかからないということですね。そんなことあるんだね。なんか面白いね。まあそんなことすることがまずないから、なんとも言えないけど。で、こんな風になります。だから要するにこのフォロワーの部分によって、これが上げられてスライドストップかかるっていう、そういうメーカーですね。で、よいしょ。こっからリロードがまた面白くて、リロードが面白いって言われてもって感じだろうけど。リロードが面白くて、まあもちろんこれね、抜くときはまあ引っかかってるからここを押すだけなんですけど、もちろんこうやってって入れていって、最後ね、これが、よくいしょ。閉鎖するとき、この瞬間ですね。この瞬間よく見ててもらいたいんですけど、これコッキングされるんですね、実は若干。ファイアリングピンのね、セーフティーによって、これもう、なんていうのかな、もう干渉してる位置ぐらいに来ちゃってるんですけど、これが、コッキングするときに、ガチって後ろに下がります。若干下がります。こうやってよく見ると、こうスプリングがちょっと縮むじゃないですか。こうやってちょっとだけ縮むことによって、若干もうすでにコッキングしてあるっていうね。まあこれによって、まあグロックっていうのは、まあある程度ね、安全性を確保しつつ、まあトリガープルっていうのもそんなにね、重くならずに済んでるということですね。これがハーフコックっていうか、まあグロックのセーフアクションと呼ばれているメカニズムの一部という感じです。はい。というわけでね、まあ、こんな感じでね、グロックの19は、まあ、どっかもね、どっかもっていうか、今日もどっかで火を吹いてるということですね。まあ、一応ね、このグロックちゃんはね、グロックちゃんはね、面白くて、よいしょ。いろいろ変えられるよ。カスタムバレルとかできる。このゲームでも。この方がいいな。俺はとか言って、知らねえよっていう。マグエルとかね。いろいろできるんで、このゲームね。ぜひぜひ。お持ちの方はね、こうやって遊んでもらえると。このゲームね、スティームでね、そんなに高くなく売ってっからね、ちなみにね。おーみたいな。おーみたいな。でね、カスタムサイトが載せられたりとかね。こうやってね。ちなみにね、家にね、こういうカスタムサイトとかを載せるのがね、ないんだけど、なんかこう、黒いサイトだと見にくいって人はね、修正テープでね、修正テープじゃねえや、修正液でね、塗ればいいんだよ。修正液で塗ればいいんだよとか。なんてやつだっていう。まあ、こういう拡張マガジンとかがあったりとかね。いろいろですよね、グロック君はね。おー、みたいな。おー、みたいな。うわ、すげえなー。俺もこういうカスタムしてる銃家にないからね、どうでもいいけど。説明終わったのにまだなんかグダグダやってるっていう。おー、おー。めっちゃなんかあれだね。なんだか、カスタムしてある銃って。ないからね、俺んちにはね。全部デフォルトなんだよ。眩しい。若干眩しいね。なるほどね。ちなみにこれ断面図ないっていうね。X 線で見るともっとわかるかな。もっと面白いかな。微妙だな。これぐらいだと。ああ、やっぱ X 線でもわかりやすいっちゃわかりやすいけど、微妙だな。まあまあだな。X 線でもまあまあわかりやすいな、これ。はあ。これから、一回ぐらい X 線だけで説明するのにチャレンジしてみようかな。まあいいや。まあ何はともあれね、こんな感じでね、グロック君でした。この動画ね、まあ、グロックのメカニズムね、まあまあ、多分なんとなくわかるように多分説明できたと思うんですけど、まあ何はともあれね、この動画、そろそろ終わりたいと思います。この動画ね、気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。